はい、さらに覚えていただきたいと思いますが、ですから、この7つの、ね、この黙示録に出ている教会、さまざまに褒められたり警告を受けたりしていますけれども、ですからね、世界中の教会を見ていただくと分かりますけど、いろんなタイプの、ね、教会があります。ですからそれを、ね、この神様は7つに分類して、またこの中で、ね、この見せていく。で特に、ね、フィラデルフィア、つまりこの言葉を守ったから、ね、この7つの教会の一つの特色は、この敬虚に関してのね、どのような、全ての教会からね、敬虚をされる方いると思いますけれども、でもその中でね、特にフィラデルフィアの教会は、このね、書いてありますけれども、この患難の時にあなたを守ろうとね、この神様が守ると語られていますから、そこね、特に見ておいていただきたいと思っております。またですね、インターネットの方なんかどんどん、この治ってきて、ってか良くなってきて、今日からなんか直接にこの動画がアップされるようになってきて、今横で見てましたけども、綺麗にね、今まではカメラを通してのね、スクリーンを映してましたけども、ですからこの綺麗にこの映るようになってきますので、またね、東京アンティオキみたいにね、字幕とかね、やりたいんですけどね、多大なお金がかかります。ね、一説には東京アンティオキの機材ね、数百万、ね、の機材を使ってやっておりますので、まあうちの場合はね、手弁当でやっておりますので、ね、さらに、ね、覚えてお祈りしていただきたいと思いますし、またね、その中で徐々に、ね、教会のこの方も、ね、少しずつ整えてきていますから、さらに覚えていただきたいと思います。まあ前ね、この男子トイレの方ですね、この水を汲まなくちゃいけないという話をしてましたけど、一応金具変えましたので、もう水を汲まなくて、ね、大丈夫になりますので、さらに、ね、自由に使っていただきたいなと、ね、思っています。さらにね、そうしましたらね、髪が流れないとかね、だからまた、今朝もね、水調整とかね、いろいろしましたから、まあ、見ておいていただきたいなとね、思っています。さて、今日はですね、ルカの連行の、65回目になるのかな、この、本当は先週やるつもりだったんですけども、この2人の息子の話の先週はですね、放蕩息子のところをしました。そして、今日はですね、そのお兄さんのね、話の方にね、この行きたいと思いますけども、25節に、ところで兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきた。それで下辺の一人に呼んで、これは一体何事かと尋ねると、下辺は言った。お父さんがお帰りになったのです。無事な姿をお迎えしたというので、お父さんが肥えた子牛を振らせなさったのです。すると兄は怒って家にも入ろうともしなかった。それで父が出てきて、いろいろ眺めてみた。しかし兄は父にこう言った。ご覧なさい。長年の間私をお父さんに仕え、今しめを破ったことは一度もありません。その私に友達と楽しめと言って、小ヤギ一匹くださったことがありません。それなのに遊女に呼ばれて、あなたの身体を崩して帰ってきたこのあなたの息子のためには、肥えた子牛を掘らせなったんですか。でここね、パリサイ人立法学者の方々に対して、またね、現代においてもね、こういうふうなね、このお兄さん的なクリスチャンの方々も私はいると思ってますけれども、そのことをね、このイエス様が語っているなという感じです、ね、畑ってのはね、仕事ですよね。つまり神様の働きをやって帰ってきたら、ね、お父さんの身代を食い潰した弟が帰ってきた。まあ、怒ることは当然ですけども、でもね、それに対してね、お兄さんは自分の立場をね、ここでどういうふうに言ってるかと ね、このですね、29節に、しかし兄は父にこう言った。ご覧なさい。長年の間私はお父さんに仕え、今しも破ったことは一度もありません。その私には友達に楽しめと言って、小ヤギ一匹くださったことがありません。だからこれがお兄さんの本音なんでしょうね。でもね、ここね、重要なとこなんですね。つまりお兄さんとお父さんの関係、これね、だからここの2人の息子のことをね、先週から話してますけれども、弟と
ね、お父さんの関係、そこは一度破綻し、そして弟が、ね、この中で苦しい状況の中でお父さんに立ち返るという、立ち返るという、そして悔い改めてお父さんのところに戻るということ。そして、ね、この二つ目はこのお兄さんとのお父さんとの関係、長年私はあなたに仕えて戒めを一度も破ったことがありません。これもパリサイ人たちの、ね、意識でしょうね。でもね、これを、ね、逆に言うとね、何かというと、これはお父さんと息子の関係ではないわけですよ。そうでしょ、ね、仕えて戒めを破ったことはありません、ね、これは何かといえば、あのしもべの姿、まあ、あの神様のしもべ大事ですよ。だからしもべはいけないと言ってるんじゃないですか。でもね、もっと、ね、極端に言うとね、奴隷根性、つまり私は神様にの息子ですよ、お父さんの息子ですよという意識ではなくて、あなたの、ね、仕事をするためにいるだけのものですよという、こういうことをね、ここでお兄さんはね、思ってるわけですから、そこでこの友達と楽しめと言って、小ヤギ、つまり小ヤギってのはね、安い、ね、ものとして挙げられていますけれども、一匹くださったことがない、これ何かというとね、神様から来るものだけで我慢するという、ね、姿です。今回墓場キャンプでね、この秋元牧師が盛んに言ったのは、神様は最高に私たちを愛してくださっているってね。でそこにね、応答していくことってね、まあいろいろありますけども、特に応答していくということ。だからね、ここでお兄さんはね、お父さんに仕え、神様に仕え、ね、一生懸命やってるけども、ね、一生懸命やってるけれども応答しない。これがね、私はね、立法主義のね、中心ではないかなと思って、つまり立法を守る、つまり戒めを守る、戒めを守る、戒めだけを守っておけばそれで私はいいんだ、じゃなくてお父さんとの関係はそれね、窮屈になるわけですよ。だからね、ぜひね、皆さんね、求めていただきたいなと思っています、ね、何かってね、このうちのこのね、長男なんかね、お腹減るとお父さんなんかないのとかね、私の買ってきたものまで、ね、勝手に食ってね、また弟の買ってきたものまで勝手に食ってね、文句言われてますけどね、もう堂々とね、家族やってますよね、堂々と家族、ね、まあ、間違えたらごめんなさいする必要ありますけれども、だからね、お父さんと息子の関係、つまり私は神様に愛されているぞというその心、そこをね、 お兄さんはね、持っていなかったな、またね、そのことをね、この捉えていなかったなということをね、深く思うわけです。ですから、これね、ここに面白いですよ。なんて書いてるかというと、30節に、それなのに遊女に溺れてあなたの寝台を食いつぶして帰ってきた、このあなたの息子のためには声と不祥をおろせになったのですか、ね。あなたの息子、ね、弟っていう意識じゃないですよ。もう、あなたの息子。ね、つまり、お兄さんにとって、このね、弟はね、自分の兄弟ではないというね。そして私は、ね、正しいんだというね、ぜひね、ここね、注意しておいてください。何かね、立法主義的になるとね、何かこうしなければならない、ああしなければならない、こうでなければならない、ね、守るべきことは守ってください、ね、神を愛し隣人を愛する、またね、奉仕者は奉仕をする、その中でね、一つのルールとかね、いろいろさまざまなルールがあります。でも中心は、私たちは神様に愛されている。だからね、私なんかね、しょっちゅうですね、欲しいものがあるとね、手を置いて祈ります。ね、東京安定期の機材ね、結構私に祈られています。ね、ただ、デジタルミキサーいらないとかね、変なこと言ってますけどね、スピーカーなんかね、結構ね、こっちから持ってってるのに、いいスピーカー買ってるとね、
って言って祈ってね、求めています。だからなんだね、祈ったらね、神様答えてくれるかもしれないし、また導いてくれるかもしれないし、ですからぜひね、私たちは神様の息子であるよ、娘であるよというね、意識、しもべの意識もね重要です、ね、神様に仕え、神様の働きをなすという意識も重要ですが、それの根本が私たちは神様の息子であり娘であるよというこのね事柄、それをね正しく持っていただくということね、これは重要な事柄ですので見ておいてください。そしてお父さんはですね、31節に、父は彼に言った、子よ、お前はいつも私と一緒にいる、私のものは全部お前のものだ、だがお前の弟は死んでいたのが生き返ってきたのだ、いなくなっていたのが見つかったのだが、楽しんで喜ぶのは当然ではないか。このお兄さんに対してその前ね、いろいろとこのなだめました。そして最後に、子よ、私はあなたと一緒にいる、ね、私のものはあなたのものだ、たとえねそういう立法主義的であったとしても、またね、このちょっと奴隷根性であったとしても、このね、私に言わせると先民イスラエルは先民イスラエルのものね。よくね、プロテスタントでこういう考え方をする方がいます、ね、ユダヤ人はイエス・キリストを打った、そしてその地を私たちに降りかかれと言った、だからもうユダヤ人はこの選ばれていない、選ばれていない、でもこの私たちは今イエス・キリストを信じているから、私たちは選ばれたものだ、イエス・キリストを信じている私たちは選ばれたものですし、神の子供です。でも、ね、お兄さんみたいにね、ユダヤ人は選ばれていない、ね、これがね、お兄さんのね、考え方ですよ。この今、ユダヤ人の方も選ばれています。先民イスラエルとして選ばれています。その証拠としてね、1948年、このイスラエルが建国するわけじゃないですか。あれ神様の手としか言わないですよ。2000年国がなかった国がこのね、このできるわけですから、つまり神様は地方から神の民を呼び集めている。ですからこのね、イスラエルには特別な御心があります。で、今日もね、イスラエルのね、去年の動画を見ましたけども、御心でしたらこのぜひ行かれてください、ね、特に今年は70周年建国70周年ですね、の時である、特別な時であるとね語られていますから、ね、ぜひ覚えていただきたいと思います。お願いします。愛する天の地の神様、さらに私たちがあなたを愛し、あなたに従い、あなたのうちに歩むことができますように助け導いてください。癒しの祈りの時を持ってまいりたいと思います。まず悔い改めの時をお持ちしてまいりましょう。お願いします。愛する天の地の神様、癒しを注ぎ、解放を注ぎ、入れを注ぎ、祝福してください。イエス・キリストの御名によって癒されよ、癒されよ、癒されよ、イエス・キリストの御名によって解放されよ、解放されよ、ホーラスパラサンダラサンダラセヤサンダラセヤ、ハーラサンダラサンダラサンダラ、この首から背中にかけて、この不具合がある方がいますが、それが癒されていきます。またこの膝が悪い方が癒されていきます。イエス・キリストの御名によって癒されよ、癒されよ、癒されよ、イエス様の御名によってお祈りとします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美してまいりましょう。Hallelujah.
青い声願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同ともに世とこしえに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。短く黙祷したいと思います。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。